皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トサン TV トサンでございます。えー、本日はですね、中国を見切った中国人、中国を見切れない日本人、ということでお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、えー、先日、コメント欄にですね、マイルズユーさんという方を紹介してくださる方がいらっしゃいました。で、え、こちらの方、私知らなかったので調べてみたんですけれども、現在、 アメリカの国務省の中の政策チームの中で実際、ポンペオさんに対して政策を作るようなチームに所属している方でございます元は中国の安徽省ですね合皮のある町今回の,あの今年の夏の水害一番被害が出たと言われているところですけれども安徽省の出身の方で現在はさすがにアメリカ国籍あると思うんですけれどもという方でございます はい、でこの方がですね、制、え、作、ーまあ、チームの中からもう国宝と呼ばれるぐらい重要な役割を果たしているということでございますのでまずはこちらの方をご紹介させていただきたいと思います1962年、安徽省に生まれます1966年から文化大革命が始まりましてこの文化大革命10年続きますので、えー、本当に多感な時期をこの文化大革命の中で育った方だと。 といいうことでございます、えー、その時の印象というのを文化大革命の印象というのを狂気の沙汰だというふうにおっしゃっている方でございます、えー、そしてですね、えー、文化大革命が終わりましてから1979年、えー、南海大学という、まあ、名門校ですね、えー、に進学をされましてその中で初めてですねアメリカからの留学生や アメリカ人教授と接する機会を得るわけです。で、ここでですね、これまで学んできたその共産主義的な考え方というのはもはや無意味だということを悟りまして、えー、その後、えー、アメリカに留学をします。はい、えー、1985年ですね、にアメリカに渡りまして、えー、その後、博士号まで取得をして、 えー、アメリカの海軍兵学校で教鞭を取るということでございますでその後1989年、えー、マイルズ・ユーさんがアメリカで教鞭を取っている時に、えー、64天安門事件が起こりますそしてこの時マイルズ・ユーさんという方は民主化を をする、民主化を志している人たちを支援をしておりました。で、これでた、おそらくまあ大きく失望したということと、民主化を支援したということで、まあ、身の危険もあったんだと思いますが、えー、その後、90年代におそらく、アメリカ国籍を取得しているんではないかな、というふうに思います。そして、約3年前からあー、トランプさんの現政権の政策をお手伝いするようになったということでございます。 はいえー、そしてこの方がですね、えー、ワシントンポストですね、ワシントンポストのこれ何日 ?9 月の15日ですね、えー、のワシントンポストにまあ掲載をされております。こちらになります。ポンペオさんと一緒の写真に載ってますね。フロムマウス・チャイナ・トゥ・フォッジ・ボトム。フォッジ・ボトムっていうのは、えー、国務省ですね、霧の、国務省のなんか土地の周りってすごい霧が出るらしいんですけれども、フォッジって霧なので、 えー、国務省の、まあ、なんていう、あだ名みたいな、ニックネームみたいなものですね。国務省か、えっとですね、マオズチャイナで中国から国務省へっていうタイトルですね。マイルズユー o ー a key player in new approach to Beijing。中国への新しいアプローチのキープレイヤーということで、まあ、あワシントンポストで紹介をされていたということでございます。で、<laughs> この中の内容をちょっとかいつまんでお話をさせていただきますけれども、まずマイルズ・ユーさんがおっしゃるには、アメリカは長年にわたって中国という国への接し方を誤り続けてきたということでございます。で、冷戦の中でまあ、ソ連を封じ込めたいがために中国に接近したけれども、実はそれは中国の思う壺であったということですね。で、それをテコにして中国はぐん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 成長してきたけれども、 アメリカというのはその中国への見方が正確ではなかったためにこの傍聴を許してしまって中国が世界の中心になるという野望の手伝いをしてしまったんだというようなことが書かれております。で、その中でその誤りとは具体的に何なのかということですけれどもアンガーマネージメントということをおっしゃっています。アンガーマネージメント。怒りのマネージメント。怒りの管理ということですね。 はい。で、具体的に何かというとですね、まあ、えー、中国というのは、相手に対して威嚇や怒りを表すことによって、それを観測気球にするわけですね。で、通常、お相手に対して怒りを表すときってのは、徐々に上げていくのが、まあ、なんて言いますか、普通と言いますかああ、そういうもんだと思うんですけど、中国のやり方っていうのは、まずマックスでボーンってぶつけるわけです。で、 それを徐々に下げていって、最大利益のところで相手と何かしら交渉するっていうやり方をします。伝統的にずっとそうですけれども、あそういうことを言っているんだというふうに思います。はい。なので、えー、台湾問題にしても、東札諸島に上陸するぞっていうことを人民日報で表明したりとか、えー、日本に対してもですね、えー、200以上の漁船があ、尖閣諸島の周りに 行くけれども日本には止める権利はないということでいきなりそういう過激なことを人民日報で発表させて出方を見るとか、えー、いうことを中国はするということだと思います。これをまあアンガーマネジメントと言ってるんだというふうに思います。で、結局のところそのアンガーマネジメントをするために相手の怒りをどう下げるかっていう目的のもとで政策を決めてきた。これが間違いだということを言っております。 アメリカの国益に立脚した政策を中国にぶつけるべきで、えー、それだけの力をアメリカは有しているということをおっしゃっているわけでございます。そしてもう一つ重要なことが、中国共産党と中国人民ですね、中国人というのを分けなければいけないということをおっしゃっております。これは私のですね、人民という動画を上げておりますけれども、も 全く同意見ですね。なんでかというと、中国の一般の人は政治なんか興味ないです。なんなら習近平の名前知らない人もいっぱいいます。胡錦濤さんの頃はいっぱいいました。今習近平さん露出が多いので、中国国内での露出が多いので、もしかしたら知ってる人の数は胡錦濤さんよりも圧倒的に多いかもしれませんけれども、それでも農村部とかいや知らない人絶対います。はい、えー、実際に、 あのー、アメリカ人とかで中国に渡った人の、その中国観みたいなブログとかを見ると、あのー、全然興味がなくて何も知らないっていうのが書いてあったりします。はい。で、えー、一般的な中国人は、えー、この改革開放でですね、すでに資本主義というものの良さを知ってしまって、その価値観に没頭していると。 で、えー、中国的なイデオロギーを守り育てようとしている中,、えー、中国共産党とすでに溝ができているんだということをおっしゃっております。えー、ですからですね、あのー、多分こういう提言に沿って、えー、ポンピオさんがですね、もう数ヶ月前ぐらいから、えー、習近平さんのことを国家主席と呼ばなくなりました、えー。国家主席っていうのを英語にするとプレジデントになっちゃうんですよ。 はい。えー、習近平さんはプレゼントと呼ばれていたんですけれども、今ですね、えー、ジェネラルセクレタリーと呼ばれています。総書記ですね。はい。つまり、えー、プレゼントって言ってしまうと、中国人民の代表って認めることになってしまうんですね。ところが、えーえー、ジェネラルセクレタリーって言うと総書記なので、中国共産党の代表者という意味になるということでございます。なので、 中国共産党のトップとしては認めているけれども、中国人の一番トップだというふうにアメリカは認識していません。認めていませんというシグナルだと思われます。えー、という方でございます。えー、この考え方、この記事が出てからですね、えー、人民日報の英語版でありますグローバルタイムズというのがございますけれども、えー、こちらの方でですね、えー、すかさず、 反論が出ました。これ、えっ、ー、と、日にちがいつのかな。25日ですね、10日後になってですね、反論が出ております。この人はもう本当に馬鹿げたことを言っていると、お呼吸を下ろすような記事が出ております。で、えー、その、まあ、何が違うかっていうところで、一応ですね、4点挙げてるんですけれども、ただ4点目は別に、あの、なんですかね、あの、総論みたいな感じなんで、まあ、主に3点挙、えー、げてるわけですね。 えー、まず、第一点目なんですけれども、おー、ま、ゆうさんが言うような、その中国、うマイルズゆうさんが言うような中国共産党というものですね。まあ、あ共産主義と、おなんですかね、えー、中華思想を達したような、あ。 考え方。これで世界、これを世界の基準にしようとしているってことをマイルズ・ユーさんは言ってるわけですけれども、そんな考え方はしてなくて、彼は彼の価値観の中だけで、ものを見ているんだと、ということを言っています。はい。ただですね、その自由主義的な国際事実の有効性っていうのは、すでに多くの専門家が疑問を呈しているんだっていうことも言っております。はい。えー、第2位ですね、えー アメリカというのは軍事同盟を介して他国との友情を作っている。けれども、軍事同盟というのは基本的に不平等同盟であって、アメリカは自国の利益ばかりを追求していると。そこに本当の友情なんかはないということを言っています。なぜかというと、中国は軍事同盟をどことも結んでいないんですね。で、マイルズ・ユーさんは、えー、中国というのはどことも軍事同盟を結べないと言っています。 はい。価値観が違うので、本当の見方はできないんだっていうことを言っているんですけども、それに対する反論、反論ということでございますね。はい。アメリカだって本当の友人いないじゃないかと、ういうことを言っているという、まあ、子供の喧嘩みたいなことを言い返してるっていうところなんですけどね。はい。そして第3に、えー、 えー、政治学者のですね、フランシス・福山さんが歴史の終わりという本を出しました。で、その歴史の終わりって何かというと、じまあその人類の歴史が終わるとか地球が滅ぼすとかってそういう意味ではなくて、えー、政治体制としてのその民主主義、人が生活する上でのその体制としての価値観ですね。 共産主義は完全に敗北して民主主義が勝ち残って、で、これは絶対的価値観で、えー、としてなので、これより先のものはできないだろうということで、まあ歴史の終わりということを言ったわけです。で、フランス福山さんはそもそもですね、その歴史とはその民主主義のがこう、完成していく過程であるみたいなことまで言ってるような人なので、えー、そういうまあ、えー、政治体制とかイデオロギーを の歴史観みたいなところですね。ところで言っても、そういう意味の歴史観では歴史は終わりだということを、まあ、言ってるわけですけれども、その、まあ、フランシスキー・フさんが歴史の終わりというのを、まあえー、提案したけれども、実はあそんなことはなかったと。そんなことはなかったというのはまだ共産主義が生きていると、有効だと言ってるわけではなくて、 新自由主義ですね要するに規制を突破していくようなグローバリズムの話ですけれども、新自由主義はすでに死んでいるということも言っているので、新たな価値観が必要なんだ、そんなこともマイルズ・ユーは知らないんだっていう反論を、まあ、あしているということでありますけれども、まあ、あの、有効的な反論ではどれもないなと。 おーいうことでありますね。つまりのところ、この3つを足すと、民主主義という価値観、自由とか、その民主とかっていう価値観を否定する、それに変わるものがあるんだってことを言ってるってことになるわけですよ。でその現実をマイルズリは知らないんだっていう反論になっちゃうわけですね。そんなバカな話はあるかっていうことで、えー、この自由とかですね、その人権とかっていう問題ですね。 えー、この問題を優先するようなあ権力なんてものがあっていいわけはないので、えー、もうちょっと寒気がするといったところでございます。まあこういう反論をしているということでございます。はい。で、もう完全にですね、やはりそのインテリ層ってこういう人が結構やっぱりいるんですよね、中国の方でも。まあお金持ちになってそれなりに人脈ができて、そういうインテリとかからいろいろ聞かされるようになると、お民衆。 うかっていうのを望むような中国人もいっぱい出ますし、それが今海外にものすごい数、えー、何千万とか、もしかしたら多く超えてるかもしれないですけれども、数の人たちがいて。 でそういう人たちに、えー、中国本土にいる人民が影響をされて、えー、共産党というものを否定するような流れができるのを中国共産党は極端に恐れているということです。なので香港の国安法も早めましたし、えー、YouTube とか Facebook とか Twitter とかも国内でやらせないということになります。でそれをさらに防御を深めて攻めに転じるために 5G というツールが出てきて。 これを今アメリカが抑え込んでるっていう構図なので、どんどん抑え込んでほしいと私は思っているということになります。つまりマイルズ・ユーさんという方は、その文化大革命や天安門事件、えー、あと自分が学んできたその知識をもとにですね、完全に中国共産党を見限った。完全に見切りをつけたと。 いうことになるわけでございますが、我が国にはまだこの中国共産党に見切りがついてない人がいらっしゃるわけでございます。はい、こちらの方でございます。はい、えー、中国べったり二階さんでございます。習近平さんと握手しては両手で持ち上げてみたりとかですね、えび、ー、満載の笑顔でヘラヘラ笑ってみたりしてる方でございますけれども、えー、 この方はですね、この方がですね、親中なんですよ。でも反日かというとそういうわけでもない。えー、憲法改正なんかには賛成しております。なので、完全に反日親中の方なのかというと、そういうわけではないのが扱いづらいところで生き残っている要因になっているんじゃないかなと思いますが、あ中国の習近平国家主席の国賓来日についてですね、反対する人もいるが、賛成する人もいると。 国益を中心に考えるべきだということをこの人はつい最近のインタビューで言いました。じゃあ、国益とは何なのかという話でございまして、これは貿易とかそういうものも、まあ自分のポケットに入るお金もあるかもしれませんけれども、あ目の前のお金の問題なのかということでございます。で、えー、今、あこのマイル・ズースさんが言うように、アメリカが築いて戦っているもの、そして日本が守らなければいけないものというのは、 民主主義であり、自由であり、人権なわけです。えー、国を運営する政府よりも、一般市民の我々が基本的に大きな権力を持っているという、その立て付けを守らなきゃいけないというのが一番。で、それが国益なわけです。我々の今、公園で遊んでいるのはちっちゃい子供たち、お母さんに抱っこされているような赤ちゃん、またその次の世代に、 何を残したいのかという戦いなわけです。で、そんなこともわからない人が国の中枢にいるということは非常に投げかわしいことだなというふうに思うわけでございます。早く代替わりしてほしいなと思います。はい、本日の内容は以上になります。また明日お会いできるのを楽しみにしております。それではありがとうございました。 Oh, <laughs>